ルートビヒアウグストマリアオイデスフォン、ザクセンコーブルク・ウント・ゴータは、ザクセンコーブルク・ゴータ家のカトリック系の文家コハーリ、公爵家の講子で、ブラジル帝国の海軍帝督、ブルガリア王フェルディナンド一世の時系にあたる、ザクセンコーブルク・ゴータ講子アウグストと、その妻で、フランス王、ルイ・フィリップの娘であるクレマンティーヌ・ドルレアンの次男として生まれた。 父はハンガリーでも指折りの大領主である、コハーリー公爵家の相続人であった。1864年12月15日、アウグストはリオデジャネイロで、ブラジル皇帝ペドロニセイの次女、レオポルギナと結婚した。アウグストはいとこのウーハクガストンと一緒に、ブラジル皇帝の二人の娘たちの婿となるべく、南米に送り込まれ、当初はアウグストの方が定位継承者。 イザベル王女の夫となる予定であった。ところがイザベルと妹レオポールディナは父親の同意を得てそれぞれの花婿を交換したのだった。すでにヨーロッパで海軍軍人となるよう育てられていたアウグストは結婚と同時にブラジル軍の海軍帝督の地位を与えられた。1865年、アウグストはブラジルとパラグアイの戦争に参加し先行を立てた。 広島戦争の時期、アウグストは家族と一緒にハンガリーの実家に滞在しており、戦争の推移を見守っていた。1871年に妻のレオポルギナが亡くなった後も、アウグストはブラジル海軍提督の地位とブラジルの歴史学協会、及び地理学協会の名誉総裁の地位を保ったが、ヨーロッパで暮らすようになった。ヨーロッパに帰った後のアウグストは、 狩量に情熱を注ぎ、特にシャモ上がりに熱中して世界最高記録の3412匹を仕留めている。向こう入り先のブラジル皇帝一家とルートビヒ・アウグスト1873年のウィーン万国博覧会では、アウグストはブラジル館の責任者を務めた。1879年には兄フィリップと共に世界一周旅行に出かけ、インドやハワイを訪れた。 1889年にブラジルの帝政が崩壊するとアウグストはオーストリア・ハンガリー二重帝国軍に主観することになった。アウグストの上の息子二人は一時はブラジルの帝位継承者と目されていた。アウグストはまた最も有名なドイツ系ブラジル人の一人にも数えられる。アウグストの遺体はコーブルクの聖アウグスティン教会にあるコハーリー公爵家の地下納骨堂の 妻の棺の隣に埋葬されている。妻レオポルディナとの間に4人の息子を設けた。ありがとうございます。